美書は南アフリカ共和国先ケープ州バッファローシティにある地区東ケープ州の州庁所在地であるキング・ウィリアムズタウンの北に位置する2000年までは独立した都市であった人口は約1.2万人で住民はコサ人がほとんどを占める都市の名前はコサ語で水牛の意味であり街の中を流れる美書川にちなんでいる 南アフリカ共和国に、かつて存在したバントゥスタンの一つである、シスカイ共和国の首都であった。1992年、シスカイの南アフリカ復帰を要求するデモ講師にへ、シスカイ防衛軍が発砲し、デモ参加者28人と、兵士1人が死亡する事件が起こる。1994年4月27日にシスカイは、消滅し、ケープ州に編入された。 1994年5月7日、南アフリカの州が再編され、ケープ州が消滅。美書は新たに作成された東ケープ州の州都に指定された。2000年、自治体再編により、周辺都市と合併し、バッファローシティ地方自治体を形成する。欠片の気候区分では、ステップ気候に分類される。美書、メインプレイス2632フロムセンサス2011。 エイドリアンフレス、2021年3月8日、閲覧。プロビンセスオブサウスアフリカ、s t a t o i d s コム m 2021年3月8日、閲覧。バファローシティメトロポリタンミューニセパラティ、オーバービュー。ミューニセパラティスオブサウスアフリカ、2021年3月8日、閲覧。クライメート、ビショウ、クライメートグラフ、テンパチャーグラフ。 クライメートテーブル。CLIMATE-DATA.org2013 年8月23日閲覧。ありがとうございます。